それ出しっぱなしだった。おごめん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 。ん？それって。昨日懐かしくてさ。あ、やったの？まさかだってプレステないじゃんうち。あ、そっか。あれ、待ってスマホない。やばい。鳴らそうか。いい。ちょっと待ってあっちかも。お前、FF7 やったことないの？はい。マジか。いや、まあいるか。世代かな。あ、でも、テンはやりました。いやいや、もちろんテンは名作だよ。けど、俺にとってセブンはこう、特別なもんなんだよ。いや、懐かしいな、ナイツ・オブ・ラウンドとか。いや、めちゃくちゃ懐かしい。ナイツなんとか、なんとか。あるんだよ、そういうのが。めちゃくちゃ大変なんだよ、撮るのが。撮るの？ああ。あ、今度撮り方教えてやるよ。いや、いいです。興味ないんで。クールだね。体験版コバルのね。あったあった。いやー、待ち遠しかったな。もう22年前か。あの、リメイクの動画見られました？見た見た、もちろん。でもさ、アクションゲームになっちゃうの？セブンはアクティブタイムバトルじゃないとダメでしょ。それがアクション苦手な人にも優しいモードとかちゃんと用意されてるらしいんですよ。ああそう。あ、でもストーリーは同じなの？例のほらエアリスとかさ。ああどうなんですかね。気になるね。まあまあでもストーリーは。ねえ、どうしたん？そんなの見て。今日さ、会社で FF7 の話になって、部長と植木さんがめちゃくちゃ盛り上がったの。好きなんだ。相当だよ、あの感じ。まあ、みんなやってたからね。何？カナも好きなの？ FF7。カナちゃん。ん？何？ FF7。 ああ、そう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 、うん。まあ好きっていうかね。兄が大好きなゲームだった。私はそれを隣でずっと見ていて、見ているだけでも面白くて、なんだか大人っぽいストーリーがドキドキした。兄は今どうしてるだろう。お兄さん。お父さんのお葬式以来だからもう8年くらい会ってない。そうなんだ。ほら、うち家族関係微妙だからさ、なんか一回仲悪くなるとなかなかね。何？どうしたの？喧嘩？まあなんか、まあつまんない話だよ。っていうか君さ、ちょっとクラウド似てない？FF7 の主人公。クラウドに似てる気がする。まあなんか顔っていうか、ほら雰囲気がさ。ちょ、検索してみて画像。今いいよ。いいじゃん。いいです。なんでよ。興味ない。何？そういうとこ。どういうとこだよ。出ねえな。水島。はい。これどうなってんの？あ、行きます行きます。はい。
とコマンドでもできるんだ。よっ、ごめん遅くなっちゃった。え、また見てる、うん、なんか複数作になるらしいよ、リメイクは、うん、知ってるってことはさ、今回はナイツなんとか出ないのかな。え、何ナイツなんとかって。あの撮るのさ、大変だって。撮るのだってナイツ、なん撮るのってなんだっけ、ナイツオブなんとかみたいな、なんだっけ、ナイツな、え、ナイツちょ待ってラウンドだよ。ナイツオブって来たらラウンドだろうよ。すいません、はい、めんどくさいなうわー懐かしい、この攻略もうちにあったうん。 FF7 解体新書ザ・コンプリート、累計発行部数約170万部、私のバイブルです。170万部、攻略本がですか。日本中が夢中になった証拠です。っていうかあなた、はい、FF7 をやったことない派ですか。ない派というか、はい、あなたは。あ、私はやってますっていうか見てました。うん、記憶に残ってるシーンは。あ、女装イベント。はい、満点の答えだあとやっぱ、あのエアリスが、あのセフ、ああ、ストップ、それは言ってはダメだ。エアリス知ってるよ。そうネットで見たらね、いろいろ書いてた。セフィロイ、もうちょ、君たちは何をしてしまったんだよ。なんかね、別ルートってのあるらしいよ。え、嘘。ネットで見た。もう、これだからネット世界は断言しよう。そんなものはございません。すいません、ごめんなさい、はい、だよね、母さん。母さん、なんだ、ないのか。あるかと思った。しかし青年、大事なのはここからの話だ。今私が話してたのは1997年のオリジナルについて。しかしこれから我々のもとには2020年の FF7 がやってくる。2020年の FF7 である。 FF7 である。過去は変わっているのか、いや変わっていないのか。あの、結局FF7 って何がそんなにすごかったんですか。22年前あの FF7 でテレビゲームの世界が変わったんだ。これは大げさな話じゃない、本当なんだよ。ミッドガルの風景が、召喚獣の興奮が、仲間たちとの思い出が、あの物語が、20年経っても体に残ってる。それまでのゲームが全部古くなったその瞬間をみんなが体験したんだ。そんなの忘れらんないだろう。その体験がまたやってくる。世界中の人々が待ち望んでる。私も君たちも。なんかいろいろ調べてみたら、とんでもない数の人たちが FF7 好きなの分かって、みんなこのゲームの話してる時も本当にこう楽しそうで、ちょっと羨ましいですよ。新たにやってくる FF7、 やったことない派の君と、やったことある派の私ではきっと違ったものが見えるだろう。ある意味君が羨ましくもあるよ。もし体験したら、この約束の地でリユニオンしよう。
てて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 てマジ？ FF7 のリメイク？一緒にやろうよ。うん。やりたい、一緒に。何年か経ったら、今度はみんなみたいにカナとも話せるかな。でもまだ出てないけどね、リメイク。ん？もうちょい先だから。行こう。しゃ、今だと思った。今だと思った。どうなるかな。ね、どうなるんだろうね、リメイク。早く来い、リメイク。